大野町は、かつて、愛知県知多郡に存在した町。現在の常滑市北部に該当する。伊勢湾に面する知多半島西側、八田川の川口部に築かれた町であり、かつては、大野港と呼ばれて繁栄した。大野海水浴場は、古くからの潮湯時の場であり、日本最古の海水浴場とされることもある。平安時代頃、伊勢湾に注ぐ八田川山へ、 山川などの下流部である大野谷には、大野省という省園が存在した。大野省は、現在の常鍋市北部、下市南部、阿久井町西部一帯と推測される。1350年には、一式藩校が大野城を築き、大野省は伊勢湾の海運で栄えた。戦国時代のこの地域は、佐治市が支配していた。 江戸時代のこの地域は、尾張り半であり、王の港は、下半島有数の港として繁栄した。1672年には、江戸に向けた海戦が63あり、衝徳年間には、大阪に向けた海戦もあったことが記録に残っている。しばしば、尾張藩の藩主も王の西を当時に訪れており、その際には大官を務めた、平野家に泊まっている。近世から、 近代の大野は大野単野でも知られており、元禄年間には185人もの単野職人がいた。船単野と農具単野に分かれる大野単野は、尾張国のみならず、三河国や東東海国まで足を運んだ。天保年間の大野では、時計製造や酒造業も行われていた。大野海水浴場は、江戸時代末期から、 明治時代に観光された終わり名所図園にも描かれている。明治期や大正期には、竹戸予行や国鉄竹戸予線の影響で、北半島東岸では工業が発達し、愛知電気鉄道こな目線の影響で、北半島西岸では観光業が発達した。1874年には、大野郵便局が開設されたが、当時の北半島では、横須賀郵便局と、 亀崎郵便局と合わせて三つしかない郵便局の一つだった。戦前の大野は海水浴客などで栄えていたが、戦後には内海町の内海海水浴場など、新興観光地に客を奪われた。名鉄とこな目線大野町駅大野町道路原表、雪舟、エカダ下断ズ、大野城模擬店主1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。 ありがとうございます。